いの、いい加減諦めんか。何かの縁、さすがのわしも見殺しは夢見が悪い。少し時間を稼ぐ。合図をしたら一気にあやつの横を駆け抜けよ。いいな。あなたは気にするな。適当に逃げるでな。お主何を。見殺しは夢見が悪いでしょ。お主、見どころがあるぞ。ん？どうしたのじゃ。しっかりせ。おいおい。の下僕契約書じゃ。これでお主は今日からわしの下僕じゃ。キリキリ働いてわしの借金を減らしてもらうぞ。なお主なかなかに良い腕をしておったからな。このまま逃すのは惜しいと思っとったんじゃ。では改めて自己紹介じゃ。わしはフェステ、一
人呼んで永遠の美少女よ。なーに、心配するな。お主の記憶の手がかり探しを手伝ってやるのは本当じゃ。ついでに、だがな。では行け、我が下僕よ。まだ見ぬお宝が待っておるわ。とまあ、そんなわけでよろしくね。さて、まずはこの宿の亭主に挨拶じゃな。遺跡からお主を運んでくれたんじゃ、礼くらいは言っておくがいい。亭主なら1階のカウンターでふんぞり返っておるぞ。ここアステルリーズは近隣でも最大の商業都市じゃ。手に入らぬものなど何もない。気になった店はとりあえず覗いてみるとよいじゃろう。それと冒険者が依頼を受ける開拓局なんてものもある。とにかく広い町じゃ、焦らずゆっくり慣れていけばよい。あの門の外はモンスターたちが住む世界じゃ。一度越えれば戦いが待つと心得よ。
ここがアステリア平原じゃ。マグナ大陸の南端で最も豊かな草原地帯じゃな。いろいろ役に立つものが見つかるし、バファリアの遺跡もあちこちに眠っておる。なくした記憶の手がかりも見つかるやもしれんぞ。お主と会ったのはあっちの方にある遺跡じゃ。まずはそこを目指すがよい。最近見つかったばかりでまだ手垢がついておらん。しかしそんな場所にいたのだから、お主はよほどの情報を通じちゃったのかもな。今は無理に思い出さんでいい。とにかく行ってみようぞ。わしとしたことが気づかなんだ。行け下僕よ、蹴散らしてしまえ。イマジンシードじゃな。なんじゃ、イマジンシードのことも忘れとるのか。これはなかなかに厄介な記憶喪失じゃな。よいか、イマジンシードとはつまり意志の結晶じゃ。この星に生きる全てのものが持つエングラム、これに強い意志が作用し物質化したもの、それがイマジンシードじゃ。ここまではよいな。イマジンシードは持ち主のエングラムを注ぐことで様々な力を引き出すことができる。まあ持っていて損はないじゃろう。さてと、他に手がかりになりそうなものはあるか。そうか、仕方ない。一旦アステルリーズに戻るぞ。危険な場所に長いは無用じゃからな。どうかこの世界を。わお。
発見されたばかりの遺跡で出会うとは相変わらず鼻が利くな、アジンのお嬢ちゃん。あやつはジェイク、アステルリーズの自称トップ冒険者じゃ。お褒めいただき恐悦至極、自称は余計だね。残念じゃが、この遺跡はすでにわしらが踏破した。出遅れ組は帰れ帰れ。なんだって、中にいたモンスター。ふん、このわしの手にかかれば一瞬よ。事前調査ではそこそこ厄介だったはずだが、君が倒したのか、一人で。ゴー、そいつはすごい。この辺じゃ見ない顔だが、アステルリーズに来たばかりか。冒険者登録はまだしとらんが。なんじゃお主、口でも聞いてくれるのか。ああ、有能な奴はいつでも大歓迎だな。あ、ルキー、冒険者登録をして依頼を受ける気があるなら、このジェイク様を頼ってくることをおすすめするぜ。いつでもウェルカムだ。俺は開拓局にいる、その気になったら訪ねてくれ。じゃあ。相変わらずキザなやつじゃの。ま、あやつがいるなら冒険者登録もすんなりいくじゃろ。少々うざったいが、あやつはアステルリーズにいる冒険者のまとめ役みたいなものなんじゃ。ここで会ったのは運が良かったかもしれん。お主、なかなかに持っておるの。良いか、自身の記憶も気になるじゃろうが、まずはお主が暮らしていく手段を整えねばならん。そのために何が必要か、ズバリ金じゃ。お主の腕があれば冒険者として稼いでいけるじゃろう。そのためには開拓局に登録せねばならん。それにあそこには情報が集まる。いずれお主の記憶につながる何かに出会うこともあるじゃろうて。そうと決まれば行動あるのみじゃ。早速ジェイクに会いに開拓局へ行くぞ。ここが開拓局、世界中の冒険者を支援する組織じゃ。というと堅苦しいが、まあ要するに仕事の紹介所みたいなものじゃ。お主も冒険者になればここで依頼を受けて稼げるようになるぞ。
気になるな。
しいですね。止まらないです。Thank you.
気になるな。大丈夫。
さーて、この奥じゃな。手強い相手がおるやもしれぬが、恐れることはない。共に名を挙げようぞ。行け、お主なら大丈夫じゃ。Thank you.
気合を入れて突撃じゃ。
やつ、まさか。いや、気にするな。今は倒すことに集中じゃ。お前すげえな。俺が見込んだだけのことあるぜ。しかし悪い、情報よりも強かったな。これは下見をしなかった俺の落ち度だ。どうした嬢ちゃん、顔色が悪いぜ。まさかとは思ったが、こやつはアバリティアじゃ。冗談きついな。アバリティアってのは冒険譚に出てくる怪物だろ。あれだよな、神に背いた罪を負いながら時空を超越して生き続けてるっていう。あの強さじゃアバリティアに相違あるまい。そいつをお前は倒しちまったのか。一体何者だ。これじゃ俺が教えることもすぐになくなっちまうな。まったく頼もしい後輩で嬉しいぜ。ともあれ俺は先に帰らせてもらう。アバリティアがやつ一匹ならいいが、もし他にも現れるようなら町へ注意を促さねえとな。
じゃあな。あ、後で開拓局に来てくれ。報酬はきっちり払うぜ。あれはどういうことなんだ。お？どうした？なんじゃ貴様は。今空から飛んでこなかったか。君はライジャなのか。え、ライジャ、なんぞそれ。この揺らぎはライジャの。いや、でもあなたは何か知っているの。それにしては、うん、決断を下すのはまだ早いか。おいこりゃ、お主何者なんじゃ。さっきからわけのわからんことをつぶやきおって。そうだね、名前くらいは教えておこう。この先長い付き合いになるかもしれないしね。僕の名はメルローフ、ただの放浪者さ。それじゃ。しかし妙なやつじゃったな。よいか、ああいう輩に絡まれても無視を決め込むんだぞ。少々親切にされたからといって気を許してみろ。つけ込まれるに違いないわい。なんじゃ、わしをじっと見て。それよりあやつ、ライジャとか言うておったな。ライジャ、ライジャ、なんか聞いたことあるような。あー、ダメじゃ、思い出せん。とにかくあれじゃ、忘れんうちにジェイクに報酬をもらわねば。行くぞ。